皆さんこんにちは、世界を楽園にするアーティスト映画監督増山玲奈です。世界から薬害をなくしたい藤永真希です。私たち2人でトーラスビジョンという新番組をスタートすることになりました。イエーイ。このバクロステレビで始まりました新番組、トーラスビジョンは生命科学であるとか、あと社会の真実を暴くジャーナリズムであったり、時々アートであったり、いろんな角度からこのトーラスビジョンを伝えてきます。ちょっと難しいよね。このトーラスビジョンって何ですか？リンゴの、ね、リンゴを輪切りにすると真ん中がエネルギーでこんな形になってます。でも実はレオナルド・ダ・ヴィンチの、解剖図でも人間がこんな風な形になってたり、で実は地球も輪切りするとトーラスだったり、小さなものから大きなものまで、実はこの生命の形としてこのトーラスっていうものが今来てるなと思いまして、これトーラスっていういろんなアイデアをお届けしていきます。記念すべき第1回は、立命館大学の名誉教授である山田浩成先生の福島原発は今すぐ収束できるというこのプランをお届けします。はい、この間でインタビューしたんですけど、結構すごい内容ですね。すごい素敵で、そう、最初その原発の理論的なところから入るんですけど、結論から言って今すぐ鉛でこう固めれば放射能の拡散を止められるというプランで、先生実際に東京電力まで行って解説をしてまして、もうあの東京電力も今すぐそれスタートすることは物理的には可能だと。ただ政治的な背景があってできないっていうことなんだけど、ね、物理的には、ね、可能なのにね。今すぐ放射能拡散止められるならその方がいいんだけど、まあ、でも何十年もね、はい、何かやりたい人がいるんだね。そうですね。でもそうやって真実をこういろんな情報の隠蔽とかで隠してこれたのは今までの話で、今も2019年ですから、はい、ガンガントーラスビジョンお伝えしていきます。お楽しみに。お楽しみに。トーラスビジョン。おはようございます。それでは今日は福島の原発事故がどうなっているかをお話ししたいと思います。2011年に、事故が起きたといいますか、原子炉が爆発して、今年はもうすでに2019年なんですね。8年経ちました。8年経ちましたけど、依然として福島原発は収束していませんよね。なぜなんでしょうね。なぜこんなに時間がかかるんでしょうか。そこのところをお話しさせていただきたいと思うんですが、私は山田浩成と申しまして、この画面にありますように、原発事故が起きて、すぐに民間福島原発事故収束委員会というものを設立しました。それは私、あの福島が爆発して、それを一生懸命消防車で水をかけてる絵を見ましてね、一体何やってんだろう。そんな消防車でね、冷却できるような話じゃないし、それからその後ずっと一生懸命電源を回して、冷却しようとして冷却して、その冷却した水が全部漏れて海に流れ出すという事態を見まして、もう原子炉は爆発して、核反応、核の連鎖反応は行われていないのに、なぜあんなふうに、冷却しなくちゃいけないんだろうかということに疑問を持ちまして、それで新しい、収束法、あるいは新しい冷却法を考えてみました。そして、その考えに基づいて、この民間福島原発事故収束委員会を立ち上げました。私自身は立命館大学の現在名誉教授で、
それから原子核物理が専門で、卒業は原子核工学科と名古屋大学を出ています、まあ、そして現在は光子発生技術研究所という会社の代表をしております、まあ、それからついでに申し上げますと、ここにある本は量子力学に関する本ですが、まあ、量子力学が専門で、まあ、このような本も書いております、まあ、それではそのまずはじめに、そのどういうふうにしたらあの原発は収束できるのかということをお話しいたします。原発の収束法につきまして、私は鉛収束法というものを提案をいたしました。もうそれが2011年の初め、2011年になるわけですが、鉛収束法というものを発表しましたところ、それは2013年になるんですが、まあ、いろいろメディアが取り上げてくださいまして、この写真にありますのは週刊朝日の取材を受けて、このような記事になっております。まあ、テレビ等でも収束法について報道もされました。ところがなかなかそれが実現するという方向には動かなくて、今日に至ってしまったわけです。まあ、ここにありますように2013年にこの朝日新聞の記事が出まして、その後私はそれなりにいろいろ頑張りまして、まあ、例えば福島の復興大臣と面会をして、こういう収束法があるんですけどいかがでしょうかということも聞きました。そうしましたところ、この復興大臣はそれはもう本当にそうだと、おっしゃるわけですよ。そんなに難しい方法ではないし、結果として私は必ず収束できるというふうに確信をしてますから、でそれに対して復興大臣はそれはもっともであるというご返事をいただいたんですね。でところが、じゃあなぜ実行できないんですかと、お聞きしましたら、あれはその福島県と約束をしてあそこを更地にしなくちゃいけないと、あそこから放射能を全部取り去って、原子炉のあの残骸も全部取り去って更地にして返してほしいと福島県知事に言われて、福島県に言われていると。ですからあそこから、燃料やあるいは溶解したデブリを取り出さなくてはいけないんですということを、まあ、おっしゃるわけです。まあそれはその方針で現在も東電はあそこからデブリを取り出すことを必死でやっていまして、原子炉の中を観察をしてデブリがどうなっているかというようなことも、まあ、だいぶ分かってきたところであります。しかしながら、まあ、発表ではデブリを取り出すのに40年かかりますというようなことを言ってて、40年それではあそこに水を流し続けて汚染水を出す、あるいは水の中の水に入っているトリチウムを流し続けるんですかということが疑問になるわけです。まあそのもうすでに2019年に経って、まあ、この間私は東電がやることをずっとただ見てまして、まあ、例えばあの凍土法といいまして、周りに凍土の壁を作って遮蔽をしたんだとおっしゃってますけど、全然遮蔽にはなってないんです。あそこには海水、地下に海水がもう侵入していて、凍土で
海水を止めているわけでも何でもないんですね。じゃあ、あの凍土法何のためにやったんでしょうという疑問が湧きます。まあ、そういうような経緯を私を見てきまして、もう一刻も早くあれは収束しなくちゃいけないと、もうこの時点に来て、そういうことを言っててずっと放射能を出し続けるということが本当に正しいんでしょうか。ですから、あの原子炉から、デブリや核燃料を取り出すことが本当に正しいんでしょうか。あそこは鉛を使ってもう、放射能や燃料を閉じ込めちゃったらいいんじゃないでしょうかということを、まあ、申し上げているわけなんです。まあ、私は東電とも交渉をしましたし、あるいはそのトリチウムは絶対に流しちゃいけませんよということを、あの福島県の漁連にも行って理事長にも説明をしました。まあ、その結果として現在でもあの福島漁連はトリチウム水を放出することを許可してませんね。まあ、そういう結果も私は見て少し安心してるんですが、基本的に福島があそこを更地にしてくれという限りそれは不可能なんですね。もうそういう状況になってます。まあ、それでまず私はどういうふうにしてこの収束をするかということをお話ししたいと思います。これ非常に簡単な方法でありまして、あれ動かないね。変わらないですね、絵が。変わってますね。変わってる？はい。あ、変わりすぎちゃった？格納容器をなんて、じゃあ、やっと変わりました。はい。ちょっとこんなことやってるとまずいけどね。大丈夫です。応答はすごく悪いですよね。遅いですか？あ、出てきましたね。ちょっと戻りますよ。今その格納容器をラジエーターにすれば水は不要ということを今ここで申し上げてるわけですが、まあその事故が起きた当初はまだ崩壊熱というものがあって、ウランの崩壊熱というものがあって、そのために原子炉がすごく熱いことは分かってるんですね。そこで私の提案は、その水を使わなくても熱い物体からは放射という現象が起きて冷却が起こりますよ。で、放射といいますのは、まあ私たち地球、この絵で示しているのは、私たち地球上にはもう太陽の熱が散々と降りかかって、にもかかわらず地球というのは決して熱くはなりませんよね。それはなぜかと言いますと、やはり夜中にその吸収した熱を地球が放出してるんですよね。それを冷却放射と言いますが、その熱を特に雲のない夜空に放出する。それによって地球は温度が保たれてるんですね。まあ、もちろんその水等にも熱が移動するということはあると思いますが、基本的に放射冷却によって地球はこれ以上熱くはならないという現象があります。従いまして、その熱い炉がありましたら、そこから熱は放出するんですね。そこで私はその
戦争も原発も何も起こらないところを作る。娘ととてつもない約束をしてしまいました。子供を今大人が守らなくてどうするんだろうって思います。私は感じがしました。1,2,3,4,5,6 売り切れてしまいましたので現状、はい、原子機が死んでいると。それがなものはここで取り扱ったことがないようないほどの猛烈な放射性物質で、自分自身を本気に刺したのもその子供たちに対して20ミリシーベルトを与えたっていう。昔はドイツの原発を作っていた会社だったんだけれど、今は原発を作らず、風力発電を作ってます。Japan has learned nothing from Nagasaki and Hiroshima, nothing.